やっべえ遅刻する。え、そういえばトイカに残高残ってたっけ。マジでもう発車しちゃうじゃん。もうとりあえず乗っちゃおう。ふぅ、ギリギリ間に合った。やっべえ遅刻する。え、そういえばスイカに残高残ってたっけ。やべえ、もう発車しちゃうじゃん。もう一か八かだ。はぁ、なんなんだよ、くそ。お客様はどうされましたか。なんで入れないんですか。あー、残高が3円しかないのでチャージしてください。いや、降りる駅でチャージすればいいじゃないですか。東日本は初乗り運賃がないと改札入れませんよ。え、名古屋にいる時は1円でも入れましたよ。あー、JR 東海は0円でも改札入れますよね。場所によって違うんですか。うん、そうだよ。東京は甘くないぜ。兄ちゃん、これ払い戻しして。かしこまりました。拝見させていただきます。いや、学生時代の仲間で飲もうと思ったんですけど、一人風邪ひいちゃったんすよ。そうなんですね。こちらが明日の指定席でして、手数料が 30% かかるんですが、よろしいですか。え ?30% もかかるの。そうなんですよ。昨日だったら340円だったんですけど。え、今日だといくらかかるの。1740円です。なんでそんな違うんだよ。ぼったくりや。一応ルールになっておりますので。だいたい俺なんも悪くなくね。佐々木が風邪ひいたからさ、あいつから手数料取れよ。そう言われましても。なんなんだよ。JR も手数料 30% も取るなんて、いい商売してんな。あ、ちなみに次の飲み会はいつなんですか。あ、来週だよ。来週なんですね。だったら乗車変更が1回まで無料でできますよ。え、そうなの。来週にしときますね。いろいろ言ってみるもんすね。うわー、最悪、切符なくしたわ。あ、すいません、金さん。はい、どうされました。あの、切符なくしちゃったんですけど。あー、そうですか。まあ今日はこのまま降りちゃっていいよ。え、いいんですか。今日だけ特別ね。ありがとうございます。あ、すいません、駅員さん。どうされました。あの、切符なくしちゃったんですけど。じゃあここまでの切符もう一回買ってください。あれ、前の人そのまま通してましたよね。通してませんよ。いや、タダで通してましたよね。何が言いたいんですか。僕もタダで通してもらえるかなと。てめえ甘ったれてんじゃねえぞ。てめえでなくしたんだろ。てめえで責任持てよ。女性と対応違いすぎるでしょ。怖てめえ本当に切符買ったのか。うん、買いましたよ。てめえみたいにこそこそ生きてるやつは信じられねえんだよ。もっと胸張って生きろ。これ岡崎からちょうどです。いらねえよ。うめえもんでも食ってこい。うわー、かっこいい人だった。